こんにちは。こんにちは。見てよこの大自然。マジ見てよ。すごいっすよねこれ。まず見てよ。まずは自然を見てよ。この川めっちゃ綺麗ですね。今日はこれ罠。罠。罠。この罠をちょっとこれを仕掛けて何が入るか見てみたいと、はい、うんいうところでございます。そうね、色を調べて確認はちゃんと取ったんですけども、はい、でまず逃げる穴。魚が入ってもちっちゃいやつが逃げれるかとか、はい、何センチ以下が逃げれるかとか言うと川によってはね、その仕掛けの装備の決まっとったりね、はい、こういったやつは別に問題ないってことでということでしたので、これを仕掛けてみようかと思います。はい、はい、ほらこれおね開きました、ね、これで、はい、何の入ったやろねわからんです。はい、で仕掛けていこうかと、はい、まあまあ今回のポイントはね、この雰囲気が味わってほしいかな。そうですね、のんびりとしたこの田舎の風景を、はい、お楽しみながら、はい、この中入れてで魚仕掛けて、ほんで水中カメラはどこへ撮っかよね。入ってくとこ撮れたかけどさ、見ての通りね、穴のさ1個2個3個4個で半個あるわけよ。8個ありますね。どの穴から入ってくかのわからんけど、一応カメラ仕掛けたけどちょっと弱がわけよ。はい、ここのチャックはちゃんと閉めておく。はい、ね、前閉めてなかったよね。うん、そう、ケイコちゃんの時閉めてないやったっけね。これどこ仕掛けようか。あっち側、あそこやろ、あそこね、あそこの角ですか。あ、あそこの角ですか。あそこなんかよくね、日陰やし、うん、いそうよね。いそう。あとそこの石のところね、あそこ、あーこっちか、ここも良さそうですね。ここ良さそうね。うん、この辺もうなぎおるぞ。怖いし、いるやろね。この罠にうなぎが入ることもあるんです。知らん。入ったことはない。うん、仕掛けそう、だってほら、だいたいそういうの目的としてこういう使うときて背中指しか狙えられたっけ。あーこっちは蹴ることで、はい、うわーうわーすごい。めちゃめちゃ気持ちよかない。おー、早っ早っ。おる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 、生物がおるよ。生物おるぞこれ。わー、なんかおお。水おぶしたい。もう早釣りしたかね。したいですね。初めておろしてきたもんな。今日の餌、はい、サービス品ですね。音乗るかぞ。豪快に2匹も置いて。もう2匹も。ああ、うわ、違うんだよ。こいつを仕掛けます。はい、この辺に行くぞ。うわ、滑った。うわ、滑った。マジで。はい、おお、もうもう入ってしまった。入ってここから飛び切れかったじゃあ2箇所目を。2箇所目です。はい、これでいい。いいと思う。こっちでも半分にちぎったりしたい。確かにね。ちょっと枝でツンツンしていいですか。いいよいいよ。一回入れますけど。わあ、ああ、いいんじゃない？匂いがなんか出そう。良さそうっすね。気をつけてね。あ、ここの深み、はい、もうしんちゃんがポイント選んだらいいじゃない。じゃあここで。ここで、はい、徳さんはおもむろに生き物探しが始まったよ。なんか微妙な気がしてきた。そう、なんか怪しかな。あんまり感じないですか。うん、なんか怪しか。最初はカニとかエビ、はい、入ると思う。うん、なんか入りそうですけどね。じゃあ行こうか。はい、こいで待ちます。はい、どっくらい待つかね。
まあ6、7時間、8時間ぐらいちょっと置いて、はい、回収に来ようか。はい、入ってるんだね。入ってるってやろ。はい、入ってるっていうのは10匹になるね、2つ。それ魚もカウントされるんですか。ああ。え、それは2カゴ合わせて10匹ですか。ああ。20ぐらいは本当欲しかったよ、最近ね。はい、そうですね。的には10匹は膨大にしとこうか。はい、10匹入ってる、入ってる、入ってる、10匹入ってないと。入ってないですか。ごめんけど。ええー。入ってない。じゃあよかった。それじゃあ、好きやん。好きやん。入って、俺が巻く2人に来られないよ。うん、僕たち2人から半分行っとこう。行きましょう。おー、言ったね。はい、なんか不安になってきたけど、多分ね、まあ分からん。じゃあ待ちましょう。はい、はい、2杯、2杯。よかよ、別にハードル下げて、じゃあ5匹ね。でよかよ、2つで5匹入ったらもう君たちの勝ちでいいよ。今日はありそうだよ、ね、ありそうだよ。でかいですね、これ。そうね。あ、1個持ってく、うん、やっとこう。ついでにやってみよう。ちょっと待っとくよ。はい。ちょっと待つかな。めっちゃおる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 。うわー、いっぱいおる。すごい。釣りしたいね。塩塩これ。ここはポイント。もうポイント。もう1回で僕の勝ち。はい、はい、ちょっと喜んでいいのだろうか。よくは。今の中に勝ち。はい、あのね、はい、釣りの半分ぐらい出ました。あれ。あ、カニか、これ、足だ。結構大きくないですか。こんな入ってないけどね。あー、あー、ゆかみちゃんだ。わー、深い。ちょっと行くよ。はい、行きます。おー、嘘、嘘やろ、もう。なに、何に面白いものが入ってるかも。え、面白いもの、おるもん、そこに。え、かけたかも。ちっちゃい魚は入らんと思うけど。さあ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 、せーの。お、え、あ、何、え、お、カニが見えた。うわー、入ってる。あ、ちょっと待って、負けた、負けた。ちっちゃい魚もいっぱいですね。負けた。モクズガニも。え、嘘。あ、おったおった、負けた。え、モクズガニとちっちゃな魚たち。魚もいっぱいいますよ。ねえ、結構入っとんや、なんかいろいろ。結構入りましたよ。嘘、スキャー負けた。カニの入って思わやったくそ。まあ時期が時期やけど食べねえやろ。まだね、おいしくなかろうけど。あ、元気ですね、このカニ。1個目で勝敗が決してしまいましたね。これモクズガニですよね。モクズガニが2杯と9! 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 9
入っとろうねこのイワシはあのあいつに食わしてもらった。ああいいやマジでイワシ足出てきた。これもう足よね。あれあれ足っすよ ね, ねあのね引っかかっとらんすよ。この明らかにえ足が触ってもほらもう出てこれりゃ連投。あらおあ来た来た来たよ来たカニ取りカニ取りおじさん登場。めちゃかったもん完全に。ほら始まった、ね、始まった。若干引っかかっとる完全に。あースマットラ吸収してやろうと思って。ああ多分こういう自分 で入れられああどうしようもない状態やったどうしようもない状態。うん本当に間抜けなやつあよかったな
出る？お、出そうですか？うん、出ておいで、逆転つけ。よかったな、久しぶりのシャバやぞ。シャバ斧が鳴くからこのサイズギリギリばい。おー、出てきた。やっぱ上手だ。ギリギリ、これ引っかかっとられた。あ、奥にも行けない、前にも行けない状態で、はい、ガンガン。よかったな。よかったっすね。まあ、ついでにイワシも食わしてやっけやな。はい、ほら、はい、はい、よかったな。またね。一匹あげるよ。ね、え、さっき取れたやつけど、これヤマメやんか。え、ヤマメ？ほら、ヤマメの子。嘘。多分ヤマメやろ、この柄。こんな柄。ほら、ヤマメ。うん。ヤマメの稚魚と思う。早いぎ線の入っとんもんね。へえ。確かになんか。ほら。ほらって。ね。なんでこった入っとるやん。いっぱい俺。いっぱいっす。あと1匹っす。わずかな時間で入っとらんって思ったのけ。お、お、なんかピチピチしてる。あ、なんかおったね。あ、よく入っとるやん。あ、こっちの方がでかい。こっちがでかい。でかい。これは早っかな。おお、はいはい。なんかおってくれたろ。ほらほらほら、何がここにおったんや。あ、うっそ。ほら、やっぱこいつ、これやっぱヤマメ。ヤマメじゃない。なんだこれ、さっき言ってたの。あ、ここホゲット。あ、ほんとだ。穴開いとる。穴開いとった。こっから押したってやつだけどね。知らん。ヤマメじゃなかったかな、これ。なんなんでしょう、これ。なんかヤマメっぽいけど、なんかこの柄見たことない。ヤマメ、ヤマメやろ、これ。ヤマメやったら嬉しいね。え、なんか山に持って行きたいね。でもいっぱいおる。いっぱいいますよ。ねえ、なんか、なんか、なんかヤマメゴアと思うよね。やっぱいますね。こいつだね。あ、これだね。ヤマメと思うけどね。ほら。なんか変わった。ヤマメやろ多分。なんや、ヤマメっぽくない？ヤマメ天天かにゃ。天天かに。なんだろうこれ。なんなんですかね。逃がしますか。逃がしますか。水中カメラ。いいよ。はい。この川に仕掛けた結果、はい、10匹以上取れました。やった。木津狩りの入っとって思わやった、ね、やこの時期で下るとかでなくて、多分ずっとおらんやつやろうけどね。川瀬に流しなさいと思ってくれた方、どうぞチャンネル登録おめでとうございます。お願いします。ご視聴ありがとうございました。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 よろしく。交差開始でございます。スーパーオーラーの発見。よっしゃー、よっしゃー、おったー。